超えなくなるわけ。あ、そうなんね。物持ってる方が強いからな、どうしたって。平成のとかだ。気づいたら30年。あ、そうなんです。で、時代が変わって、ね、これは平成知ってる人が喋らなあかんなと。教えてください、釜ヶ崎を。釜ヶ崎に来て一番に。そうそう、うん。一応最初に覚えなあかんことは、どうや。なぜかというと、宿って言うたらすぐバカにされるから、宿ちょっとあれへんとか言ったらさ、あこいつ素人やなと思って、うん、思われるから、だからドヤって言うのか。でドヤってなんでドヤか知ってる？ドヤは宿をひっくり返しただけ。次呼ばれなあかんのが要するにあの住んでる人、死刑とか施設警察官。だから、施設警察官のやつは労働者の服着てアンコの服着てんねんけども要するに綺麗、綺麗でなおかつ体格がええねん、綺麗、体格がええ、目が鋭いそれでも、あ、こいつ好きやと分かる死刑針って言ってさ、あのこう長反爆地してる時に長反爆地サイコロでチン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 コロチンチロリンチンチロリンチンチロリンギャンブル、うん、だから腸言うたら、何やったかな腸は奇数か半が偶数かどっちやったか忘れた、うん、それは腸反爆ってさこうサイコロコピッと、入れてサイコロ2つ入れてくるくるっとポンと置いてだこう開けるまで中が分からへんや目が、はいはい、それが奇数か偶数かを争う爆地その時に一応あ、それも簡単なシンプルな、うん、それだけそれだけすごいシンプルな。でもその盆持ってる人が自分で好きな目出したいねん。だから無数にあの絶対負けんねんけど、だけどあの勝たしてくれる時もあるわけ。だから勝って突っ込むと負ける引き時が感じ。だから難しい。それであの稼げる人はお金予算ねもらうけど稼げない人はねすぐクビになっちゃうからね。まあ、その時にあの死刑が来たら要するにパクられるやんか。だから死刑バレっていうのがいてるわ。死刑を見張る人ですか。そうそうそう。だから死刑バレと死刑と覚えて、であとあのアンコいう名前を覚えなかった。アンコは何ですか。アンコはやっぱしただの魚のアンコ。こうボタン文字をこう落ちてくるのを待ってるというか。要するに何もしないで仕事を待ってますって。あ、手配師買って全て入れてくれとかけてます。とりあえずあの自分知ってる人から入れていく。先着順ってわけじゃない。あ、だから要するに現金に行った時に要するにそういうなんていうかな顔付けっていうねそれを選ぶの手配師がその人を選ぶの顔付け、あいつ顔付け着てていいなとか言うわけ。で最初仕事やっててさ、もう大変だったよ。でも仕事の話するとね、言葉が多くなってくるから、うん、とりあえずそこから車、手足の車のね、まあ車やかな、バスかな、なんていうのかな、車かな。とりあえずその乗るわけ、手足の車に。でそれがあの向こうの販売の、まあ、行くわけ、まあ、そこへ行ってで要するに弁当もらって弁当はあの何だろう猫もバタ入れていくような弁当いうのがあって、うん、もう結構もう現場離れてるからなかなか出てこないわ猫いや要するにすごくさまずいのが多いわけで販売によってさこう弁当ランクがあるから、うんあそこの、 あの飯屋とか言うたらそっちに流れたりするわけそうなんやご飯の、うん、あ一番悪いのはあの
要するに魚の干物の一つで、飯と味噌汁だけ、うん、まあ、それから卵を食いたいとか、まあ、肉食いたいとか自分とかで選べるとか海苔あるとか、まあ、いろいろあるね。浜によってお食事が変わってくるけど、そうそう、じゃあどうなんですか、ほら、宿泊代とご飯代込みでとかじゃないですか。書式、あ、それは宿泊代とご飯代のことを書式っていうんですね。書式の値段は大体同じなんですか。大体一緒で、あ、でもご飯の差があると。昔は安かった、うん、1800円ぐらいやってんけど、今3000円近くなってて、で、その何だかな、現金が上がればええねんけど、うん、現金は止まってんねん。だからその分だけ報酬が少なくなってる。あ、そうか、うん、だから昔は良かったね。昔僕ら来た時はさ、こんなもう最悪やでって言うとったんや。それももっと良くなるやろうって言うとって、一時良くなった時もあってんけどね。でも僕らも来た時もバブル終わってたから、うん、食い抜きっていうのは、食い抜けたらその書式払わなくてもいい時の人。だから、要するに地方行くやんか、うん、地方行って車の運転手は15日働かなきゃあかんねんけど、書式はいらんねん。障害毎日出なかったら車なかったら運んでいかれへんやんか、現場まで。報酬から書式を引いた値段のことを食い抜きって言うんじゃないんですか。違う、うん、あ、違うんですね。食い抜きというのはその書式を払わないこと。例えばどういうかな、職人さんとか飛びさんとかだったらもしかしたら食い抜きは分からへんし、で運転手さんは食い抜きが多いし、運転手する人は食い抜きが多いし、だから1日3000円違ったら大きいやんか、はい、10日で3万違うから、うんうんうん、だからで書式があるから、例えば1枚もうたとしても3日間休んで寝てたら、うん、なくなるやん、うん、マイナスになるやん、はい、うん、1日3000円ね、書式かかってたら、そうそう、でそれで、ね、半殺しにされるわけその職種によってっていう感じですか。そうそうそう、あ、ドライバーさんとかは食い抜きのお仕事が多い。そうそうそう、で現金だから現金、うん、現金なら毎日違う仕事行く人を現金っていう、そのくらい毎日お金くれるわけ。他にはどんな用語がありますか。しのぎ屋さんは結局ここら辺の言葉でしのぐ言ったらその生活を成り立たせていくという話やから、それはしのぎ屋っていう仕事は人を恐喝してどつくとかして、かいじめとかしてお金を取るやつをしのぎ屋っていう。そいつらはセンターの前、駅の前ぐらいで見張ってるわけ。だから契約終わったおっちゃんがマンコロ持って帰ってくるわけ。マンコで一万円札、マンコロ持って帰ってくるわけ。そうすると、そつけようわけ。あと、おっちゃん出て、境に入るやんか。余裕よりやんか。今もう終わりやんか。行ってさ、取り寄るわけ。今はもうほとんどいないけど、昔はよされてた。昔って何年ぐらい前。だから、来た当時やっぱ30年前。そうなんや。しのぎ屋もすぐ分かる。用もないのに自転車乗ってうろうろしてる。そのしのぎ屋さんを密告する人とかいるんですか。はいない。密告は何て言うんですか。のどんなことを密告するんですか。それはどういうことやろう、まあ、密告って警察に言うこと。いや、チコロ言ったら結局まあ言ったら内緒にしてることを言ってしまうか、仲間内のことをチコって言うか、いうことをチンコロと、うん、だからトバやってて、うん、悪いことしてて、そいつが他の人間にさ謝って口滑らせやんか、それもチンコロなんやんか。だから不利益なことを他の人に言うことが違う。チンコロ同じくらいだからね、青かんって言うけど、青かも最初はびっくりするわけ。青かれた女性を犯すことやんか。え、そうなんや。うん、普通は青かれたら外でセックスすることやん。そこがここは青かれたら外で寝ることで、一人で。女性を犯すこと言えへん。あ、知らなかった。なんか前教えてもらったのは、外でそういうことをすることだ。そういうことってそうある。
そうそう、だから、そうです、そんなことさ、女性が嫌がると思うよ。